夕方時に混み合う惣菜テナントテナントの菓子店、韓国、ロッテ百貨店のデパ地下デパ地下とは、日本の百貨店の食料品売り場を指す通称である。大抵地下街にあるにあるためそう呼ばれるが、当然のことながら、営業戦略や建物の都合などから地下にあるとは、限らない。主に売られている食品は、惣菜、弁当、スイーツ、酒などである。スイーツや惣菜は、 有名店のテナントが出店することもある。また、イベントとして、物産展が開催されたり、駅弁などが販売されたりもする。日本で初めてデパ地下が導入されたのは1936年であり、場所は松坂屋名古屋店である。その後、デパ地下は各地に広がっていった。デパ地下という名称が、テレビや雑誌などのマスメディアによって使われ始めたのは2000年に、 東急百貨店東横店、東急フードショーが開業してからである。地下や低層階を食料品売り場にしているデパートが多いのはメリットとして水回りやガス、電気などの設備が地上階に設置することに比べて低コストなためである。実際に東急百貨店本店は最上階に食料品売り場を設けたことがあるが売り場面積が限られ、 商品を運ぶ手間もかかったためその後は地下に移した。もう一つのメリットとして地下鉄駅と接続して地下街の一部を形成することや、あるいは地下に設置された駐車場と直結することで地下からの入店を狙えることである。そして食品売り場に集めた客を上層階へ誘う狙いがある。これを噴水効果と呼ぶ。ただし建物の構造上の事情などから、 地下ではない、デパ地下もいくつか存在する。ただしそのような場合でも、1階など低層階に配置されることが常である。デパ地下の機能のみに特化したデパートの出店形態もある。これらはショッピングセンター内の大型テナントの一つとして出店しているケースがほとんどであり、実例では以下がある。ありがとうございます。